のフレッシュマンは阿蘇市阿戸ヶ瀬にあります阿蘇広域行政事務組合にお勤めの女性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまずお名前と年齢を教えてください。清田ひなです。19歳です。清田さんお住まいはどちらですか。黒川船長になります。19歳ということは、高校卒業してすぐこちらに就職をされた。はい、そうです。普段はどんなお仕事をされてるんですか。今は会計課に勤めております。じゃあ会計というと、まあ、お金とかね数字を扱うお仕事ですが、もう慣れましたか2年目。そうですね、頼もしくて優しい上司や先輩方のおかげでだいぶ少しずつではありますが慣れてきました。お仕事の難しいところとか、また1年経って2年目を迎えてこうやりがいを感じていることとか何かありますか。そうですね、去年はもう覚えることに精一杯だったので、今年は少しでもサポートしていけれるように頑張っていきたいと思ってます。では個人的なこともちょっとお伺いしますが、まだ19歳なのでちょっとね酷な質問かもしれませんが、結婚願望とかはありますか。はい、あります。ありますか。はい、じゃあどんな男性と結婚したい、まあ、タイプいます。私自身がすごくおしゃべりなので、うん、聞き上手な優しい人がタイプです。じゃあそんな人と阿蘇市でデートするならどこに行きますか。阿蘇山が綺麗なので、うん、大観望まで一緒にドライブできる、ドライブしたりしてみたいです。はい、もうねこの笑顔にやられている私なんですけれども、では最後に、お勤めの、PR を、お勤め先の PR をカメラに向かってお願いします。はい、阿蘇広域行政事務組合は阿蘇郡市7市町村の環境衛生消防厚生福祉の3つを柱とした広域行政機構として、住民の方々が快適な環境で安心して生活できるよう設備充実に努めてまいります。今月のフレッシュマンは阿蘇広域行政事務組合にお勤めの清田さんをご紹介しました。では行きます。せーの、フレッシュマン。